はい、こんにちは。この子猫です。今日の一日一冊は、世界で一番優しい資料作りの教科書です。このシリーズね、本当にね、すごいです。前作、世界で一番優しい会議の教科書も、誰でも即グダグダな会議を実りある会議に変えられるという超良書でしたが、今作もですね、超良書ですね。前作は会議に特化していましたが、今作は資料作りとは書いているものの、実際の内容はいかにして相手に伝えるかに主軸を置いたものよってですね、会議やプレゼンだけにとどまらず、仕事上のあらゆる場面で応用が効きます。例えば資料作りにしても何にしても、仕事においてはその前に必ず誰かしらの依頼があるわけです。実は依頼を受ける際、または他の人に何かを依頼する際に、これは必ずお互いで共通認識として持っていった方がいいという3つの項目があります。1つ、依頼内容の具体的な動作。コピーよろしくだけじゃ具体的な動作が分かりませんよね。何部コピーするのか、何ページから何ページまでコピーするのかという具体的な動作が伴えば、互いの認識違いによるミスが減ります。2つ目、依頼内容の期限。これやっておいて、じゃあいつまでにやればいいかわからないですよね。明日の10時までにというのが分かれば、依頼をする方も受けた方もスケジュールが組みやすくなります。3つ目、依頼の目的、背景です。何のためにコピーをするのか、顧客に渡す用なのか、自分で見る用なのかで、コピーの仕方もかなり変わってきます。顧客に渡す用ならホチキス止めも丁寧にやる必要ありますしね。この3つがですね、依頼事項を受ける際、する際に、大事になるですね、確認事項です。特にですね、社会人の方は上司や先輩から依頼を受ける際に、この3つを確認する癖をつけるだけで相当できる社会人に思われると思います。いや、新社会人だけでなく、この3つ、社会人経験が長い人でも、できてる人はできてるけど、できてない人は壊滅的にできていなかったりします。私も、1、具体的な動作、2、期限は確認するものの、3、目的、背景の確認を忘れて、仕事をミスることよくあります。この依頼を受ける、する際の3つの確認事項は常に頭に入れておいて損はないかなというふうに思います。という感じでですね、この本はいかにして相手に伝えるかのテクニックが非常にわかりやすく書いてあります。今回話した依頼事項の他にも、当然プレゼン資料の作り方も載っていますし、なんと会話の噛み合わせ方まで載っています。いやー、私も改めて、会話が噛み合わない時ってそういう時だよねと読みながら、なるほどとうなずいていました。本当ですね、ちょっとタイトルと表紙からは想像できないレベルの超良書ですので、ぜひですね、世界で一番優しい資料作りの教科書読んでいただければと思います。と、こんな感じでこのチャンネルでは毎日一冊おすすめ本を紹介していますので、気に入ってくれた方はぜひ高評価やチャンネル登録していただけると嬉しいです。では明日もまた会いましょう。バイバーイ。